はい、こんにちは、村田らしです。はい、というわけでですね、本日タイトルにもあるんですけど、本当にらしが、動かなくなりましたね。完全に動かなくなったわけではなく、本日、動かなくなって3日目なんですけど、で3日目でやっと、本当にギリなんやけど、ギリサーフィンができるかなっていうぐらいになりました。はい、前回ですね、ちょっとライブ配信でライブショッピングやっとった時は本当にひどくて、正直ですね、歩くのも大変で松葉杖が欲しいぐらいになってたんですよ。これネタでも何でもないんですけど、結構本当ひどい状態になってました。今はですね、ちょっとやっと動かせるようになって、テイクオフぐらいはできるかなと思います。はい、でその本当に動かなくなった理由、なぜこうなったかというと、別に怪我とかじゃないんですけど、簡単に言ってしまえば、あるちょっとした事故ですね。事故というよりは本当のこと言うと、トレーニング中に起きた出来事なんですけど、少しねちょっと足に負担をかけすぎたかなと、思います。で今重りを110キロまで上げていて、やっぱりね、限界までやることは大事なんですけど、ちょっとやりすぎたかなと思います。パーソナルトレーナーとはね、すごい信頼関係あってすごいいい感じなんですけど、ちょっと自分的に無理をしすぎたかなと思います。それで筋肉痛を超えた痛みが出て、歩くのですら無理でした。でサーフィンを2日ぐらい休んでいて、そうだからオーバーワークみたいな感じでなってしまったという感じです。今はですね、ちょっとやっと歩けるようになったし、簡単に言うと今の状況は座っとって、足がですね、ここまでしか曲げれん。もっとこういう風に体柔らかいからこうピンとは伸ばせるんですけど、ここまでしか伸ばせん状態なんですけど、はい、立てるのは全然立って今はですね、ちょっと歩ける状況にはなりましたけど、はい、そんな感じですね。なのでこれは結構ね、ネタとかじゃなくて本気なんですよね。だけどですね、やっとサーフィンができるようになったということで、今回はですね、ちょっとリハビリサーフィンということで、動画を残していきたいなと思います。はい、というわけでですね、本日リハビリということで、ちょっと普通のサーフボードではなく、ちょうどほとんどリクエストでこちらのですね、プレセボの RNF ウルトラに乗っていきたいなと思います。なんでこれを言ったの？いや、自分が試合に使いたいから。30リッターでちょうど今35の510まで乗ったじゃん、でそれ確か510で30でちょっとリッターが少ないの、まだ病み上がりではパドルが疲れるから、どんな感じか様子見たいの。まずはフェロに。そう、俺が乗らんかったら意味ないんだけど、とりあえず鳴らし運転でかましたら言うこと聞くようになるじゃん。そういうこと。そう、ウルスと一緒です。ウルスと一緒。とりあえず回転数上げとかんと。で、あれですよね、試合といえばもう音は明日に控えてますから。本当にこれビッグイベントすぎてさ、いや明日の僕の YouTube メインチャンネルでもう本当見てほしいんやけど、音 VS、本当日本のサーフィン業界のレジェンドが、対決します。これ僕がですね、勝手に作った企画で、音にはですね、本当に無理やりやらせる感じなんですけど、どうですか？っていうよりさ、それヒヨコとライオンが戦うぐらい違うけど大丈夫？確かにそんぐらい違う問題なんですけど、とりあえずかますわけ？いいかなと思います。いいか、相手が気の毒だもんな。最初は鳴らし運転ということで、こちら のプレセボを僕が乗って実際にですね、どのぐらいできるか。だけどね、今日はですね、そこまでできなくて、テイクオフできるぐらいでいいかなと思います。本当にね、3日ぶりぐらいなんで、はい、ちょうどいいかなと思います。プレセボでサーフィンということで、本日もやっていきたいと思います。ちょっとサイズだけ教えて。はい、こちらね、サイズの方が、510の30リッターあります。いや、もうなんか試合用にはバッチリだよね。明日使えるんじゃん。 いきなり俺山で病み上がりでそれパドルできるかな。無理。持ってきたいけど2本持って勝負だから5本ぐらい持ってこ。素晴らしいですね。というわけで気合いでいきます。はい、チャンネル登録よろしく。なんかおばあさんみたいな歩き方してますね。
どうですか。ちょ今ですね、一回やってきたんですけど、あのどうやろうな、立つまでは本当にしんどいんですけど、もう立ってからもうやけくそやってます。それでターンとかできたんかなと思います。普通にターンした時は意外とできるかもって思うんですけど、上がるとその歩くのもなんか精一杯な感じで、だけどなんかアドレナリンが多分サーフィン中に出て、意外とサーフィンできました。いやーサーフィン乗れどっていつまで調子いいんじゃん。ひどいっすね。まあでもこのサーフボードのおかげっていうのもあるかなと思います。このサーフボードはやっぱりプレセオで浮力が歩いたいし、このね強い素材なので浮いてくれる分パドルも速いし、パドルが楽やから、いいなと思います。あとコンペボード、パフォーマンス系のボードと比べて、浮くからサーフィンでライディングしてる時も楽なんですよ。ただ立っとるだけで前に進んでくれるから、それは僕だけじゃなくても大人の人でもプレセボというのは立っとるだけで前に進んでくれるから、こうアップスとかいつもみたいに足腰のなんていうやろな運動がいらないから、すごいねいいな、いいサーフボードやなと思いました。だけどこうやってちょっとリハビリでちょっとずつですね復活できていったらいいかなと思います。ところでどう、やっぱパドルテイクオフはどんな感じ、なんか結構いいとこから立っとるよね。パドルはとにかく速い、さっきも言ったけど全然違う、全然違う、すごいですねこれは。まあいろんなパドル速いボードはあるし、ほとんど青い、スムースオフィレーターもかなり速いんですけど、このサーフボードはその幅が広い分すごい安定するサーフボードなんですよ。でも30リッターでも俺乗れるかな、乗れるやろ、ギリいけるかな、いきなり明日行けって話、はい、へー、全然行けます。練習した方がいい気がするな。まあそんな感じでちょっと2ラウンド目もまあなんとか立てるように、まあ無理せずトロッとリハビリだと思っていきましょう。はい、やっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。ちょっとやばいぐらい調子良かったんじゃない。いやもうやけくそ、もう何やろ、波の形が結構良かって、でもいい波ゲットしたからもうやるしかないと思ってやりました。でそしたらねもう結構辛いですね。いやでも良かったよ。でもサーフボードがかなりいいなと思いました。こんだけ30リッターってこんだけ動かせるっていうのはもちろん体重が増えたっていうのもあるし、今回ねこちらの H4 のフィンをはめとったんですよ。やっぱり速いね。速いしキレが良かったですね。であとこのプレセボの、RNF ウルトラっていうのは、まあ、こういう形をしとってここにウィングが入っとる分キレが良くなるんですよ。だからすごいねパドルも速いし、すごいねいろんな楽しみ方ができるかなと、思います。いやあんだけさ動かせたら楽しいと思うよ。はい、いい見本になりましたよ。だからとりあえずですね、鳴らし運転でしといたから、あ、もうあとは俺の実力だ。あとはお父が明日どんだけレジェンドに対して勝負できるかっていう話です。怖いわ。ちょっと明日はですね、レジェンドに失礼ないようにやってくださいね。うわーなんか追い込むね、勝手に話決めといて怖い。まあだからね、明日は日本のサーフィン界のレジェンドと対決ということでですね、皆さんお楽しみということで、本日はこんな感じで終わっていきたいなと思います。あとはですね、ちょっとサブチャンネルでも話してたんですけど、G-SHOCKのライブ配信、ありがとうございました。まあでも今日のね、11時59分まででしょ、はい、これ出るのが何時か分かんないけど、まだチャンスはあると思うので、最後の最後で、ね、悩んでる方はぜひゲットしてみてください。というわけでですね、本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、おもろかったなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。